前川崎珠算競技大会予選の問題を終わった後、勝ち残りになりますが、そちらの決勝問題の4番までを想定して読んでいきます。1番、3桁熟知の加減算です。願いましては、267円なり、531円なり、694円なり、703円なり、510円なり、682円なり、159円なり、引いては720円なり、164円なり、905円では、その答えは1757円です。決勝の2番です。2桁から4桁の熟知加算の問題です。願いましては、81円なり、5109円なり、63円なり、746円なり、98円なり、3520円なり、413円なり、705円なり、61円なり、84円では、その答えは1万880円です。決勝の3番です。2桁から4桁、熟知の加減算です。願いましては、961円なり、7542円なり、80円なり、引いては4197円なり、350円なり、加えて26円なり、71円なり、3985円なり、460円なり、引いては4721円では、その答えは3857円です。決勝の4番です。3桁から4桁熟知の加算の問題です。願いましては、7615円なり、421円なり、6394円なり、725円なり、3610円なり、694円なり、3821円なり、7405円なり、310円なり、956円では、その答えは31951円です。以上で練習を終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。